ゴンちゃん、こんにちは、しのこです。何をするんでしょうか。何をするんでしょうか。何をするんですかと言いました。かわいいな。みなさんの財布の中身を紹介していきたいと思います。今回ですね、ゆめもちとねねちゃんにドッキリ仕掛けたいと思います。このめっちゃめちゃ濃いメイクを撮影中に徐々にね、色味をなくしていったら2人は気づくのかっていう検証をしていきたいと思います。2人にね、仕掛けるっていうのは結構ドキドキしてるんですけれども、これを使ってメイク落としを、あーでもそうだよね、こういう感じかな。やっぱめっちゃテンション上がるんですけど、どっちが気づくかとか予想してみてください。ではやっていきたいと思います。シナゴー、何回も見せたことあるんだけど、じゃあ私からいきますね。これは友達にプレゼントしてもらった財布をずっと使ってます。かさばる、なんていうの、でかいけんさ、邪魔になる、だったから、このお金は1万円ぴったり、ここにレシートが溜まってます。でこっちに小銭を全部入れてます。終わりです。終わり終わり、こんなさらっとなの。そうだから、この楽しんで、まあ財布とあのなんかカード入れみたいな感じなんです。1万1000円ですね。はい、以上です。はいはいはい、3位だけカードは3つ。おお、え、マック買いに行くの？高一でしょ？すごい、レベル高い。なんだ、つい最近初めて買った。一緒。初めて買ったんです。こっちの、なんか2つお札入れみたいなのがあるんですけど、あ、まだ使ってない。レシート気になる。なんかね、緑色がね、さっきからずっと見えてるんだ。何色？レシート、お金持ちだ。1万2000円です。こうした私たち3人の中で一番多い。はい、最近の JK こんな感じなのかな、みんな。うん、そうよ。そう、お小遣いとか人のお金とかでやりくりせなあかんから、割と禁止だったから。あ、そうやったんや。ね、お財布でね、あのカモ、マックのカード出てきた時やばかったもん。ということで、3人のお財布の中身紹介でした。さ、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。ええサムネ終わって、違う、終わったの、なんか気づかない。何、なんか気づかない、何も、何気づかない。ねえ、それ思ったねえ、思った。なんか薄くなったよなと思って。わかる、眉毛がないなんか顔薄くなったよなと思って。はい、実はですね、私しのこ今のお財布の中身紹介の間に徐々にメイクを落としてました。徐々にできるタイミングで見てたらちょっと待って、待って、見てほら、え、ほんとだ。めっちゃ汚れてます。あっちにこう、あっち見てこうやってて、そう。え、本当に気づかなかった？何も気づかなかった。いや、なんか途中薄いな、めっちゃ目合ってたよ。そう、なんか薄いなと思ったけど、うん、気のせいなんかなと思って、うん、そう、さっきの下根性ずっとね、想像してたので、ね、あれ、やっぱいや、でも気のせいかなと思って気のせいやと思っとった。でも気づかなすぎて逆ドッキリなんじゃないかみたいな、なんか、知ってねみたいな。もう全然チェークとかも思いっきり、ここ目だけ落としてないんですけど。そう、目を見てたんだよ、ずっと。そうか、そうか、そうか。だから目変わってないから、うん、気のせいかなってずっと思ってた。そうだ、言われたらそうだ、全部前も、はい、まあ、そういう現象でした。ねねちゃんは全然人の顔見てないということが分かりましたね。人の顔に興味ないってことかな。違う、ねねちゃんめっちゃびっくりしたからパンとか言うね。分かりました。衝撃がやばい、衝撃やばい、うん、言えばよかったな、あそこで。なんか言えばね、
け出てくれるという感じの検証結果でございます。今日の動画はここまでです。私の動画はこちら。私たちがお絵描きをまずします。お互いが何を描いたかっていうのを当てて買いに行くっていうやつ。これが私の描いたゆるもち。